北朝鮮の弾道ミサイル発射に備え、自衛隊はつい先ほど東京市ヶ谷にある防衛省に最大15キロの距離で弾道ミサイルを迎撃できるミサイル PAC-3 を展開しました。中谷防衛大臣は昨日夕方、自衛隊に対し北朝鮮のミサイルを迎撃できる破壊措置命令を出しています。